今石博之はトリガー所属のアニメーション監督、アニメーターである。東京都出身、多摩美術大学美術学部、芸術学科映像専攻卒業後、ガイナックスに入社。社会現象を巻き起こした新生系バンゲリオンの動画が初仕事となる。動画時代は均一な線を引くという作業には最後までなれなかったと話している。その後、 彼氏彼女の事情、フリクリなどの作品で絵コンテ作画監督などを務め、デッドリーブスで監督デビューを果たした。アニメーター、カナダ以降の影響を受けるカネダフォロワーの一人、作画監督を務めた彼氏彼女の事情の第19話14デイズ1でファンから認知される。ゲーム、ムサシデン2のオープニングアニメーションでは念願のカネダとのタッグが実現した。 2007年9月に放送を終えた天元突破グレンラガンの監督を務め2007年開催の第12回アニメーション神戸にて対象期間内に放送上映されたアニメ作品において斬新な手法発想を用いた制作者制作スタジオに贈られる個人賞を受賞天元突破グレンラガンとして2007年文化庁 メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞、東京国際アニメフェア2008、第7回東京アニメアワードテレビ部門優秀賞、個人賞を受賞する。2011年10月に、ガイナックスを退社し、大塚正彦、松本和也と共にトリガーを設立したことを表明した。同人サークル、インクボトルの主催者でもあり、その際し、うまいというペンネームを用いている。 アメトイが好きで一緒にコミコンに行くアメトイ仲間の小山重と若林博士会と共にギークボートという同盟を作っている。ギークボートがデザインストーリー原案として参加したセックスバイオレンスウィズ・マックスピードは当時今石博之がハマっていたアメトイ趣味が反映されている。好きな映画に初期のジョン・ウー、ロバート・ロドリゲス、スティーブン・ソマーズの作品を挙げている。 1996年、1997年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年2 0 1 0年2 0 1 1年2 0 1 2年2 0 1 3年2 0 1015 4年、2年2 0 1 6年2 0 1 7年2 0 1 8年2 0 1 9年、2020年、2021年、2021 2022年、ありがとうございます。